はい、今日はトレーニングの王様と言われるスクワットについて解説したいと思います。まず、ノーマルなスクワット、肩幅ぐらいに、立っていただいて、手は胸の前でこのように構えてください。このままぐーっと座り込む動作です。この前の面で見ると分かりにくいんですが、横の面で見ますと肩幅の広さで手はこのように胸の前で位置づけていただいて、しっかり股関節からぐっと後ろに椅子があるような感じで、椅子に座るような感じで股関節を曲げていく。膝を曲げるというイメージよりも股関節を曲げていくようなイメージで椅子に座っていく感じです。分かりやすく、言いますと、親指を持っていただ、親指をこのように立てていただいて、股関節のこの付け根ありますね、この付け根、ここに挟み込むようなイメージでやっていただくと分かりやすいかと思います。前額面、前の面で見るとこのような運動です。ぐっと股関節で挟み込む、親指を挟み込むような感じで曲げていきます。だいたい90度ぐらい曲げますね。はい、慣れてきたら手を前に置いてぐっと曲げていく。でこの時に骨盤が、後傾にならない、後傾になると、後傾というのはちょっと前に骨盤がこうなると、自然と背中が丸くなってきて頸部が前傾になって、このような不良姿勢になります。骨盤はこのように前傾を起こしていきます。前傾にしてヒップから曲げていくようなイメージですね。こういう形です。相手をこのように骨盤を前傾でぐっと倒します。このように股関節を曲げていくイメージですね。で、90度まで曲げた時に膝が指先、足の先、このように前に行かない、こうならないようにね、これは膝が抜けるという感じで、表現しますが、膝がこう抜けないように股関節から曲げながら、この位置はまっすぐです。指先、足の先と膝がまっすぐ一直線になるように、こうならない、こうです。で、背筋を伸ばして1、2、3、このような形になります。前の面で見ましょう。1、2、3、これが正しい